カジュアル、それからビジネスっていうところの汎用性の高さっていうのが上品とリラックスさがあって、すごくかっこいいんじゃないかなと思います。オクテットチャンネル。どうもこんにちは。オクテットメンズファッションチャンネルのうんです。今日はですね、チェルコロのセットアップを使った秋の着回しコーデをテーマにね、やっていこうかなと思います。ということで、今日使うセットアップなんですが、チルコロのセットアップです。このジャケット、それからパンツっていう感じですね。今日はこのセットアップを使って着回しコーデをやっていこうかなと思います。まず、コーディネートをね、紹介する前に、チルコロのこのセットアップっていうのを知らない方もいるかなと思うので、ご紹介しておきたいんですが、チルコロのセットアップはうちでもね、すごい人気なんですよ。春夏もそうだし、秋冬も生地は違うんですけど、セットアップでね、毎回入荷していて、よく売れるんですね。評価を得ている要因といいますか、魅力は、まずは、パッと見は、ジャケットが特にそうなんですけど、むっちゃ綺麗じゃないですか。まあしっかりとしたね、ラペルだったりとか、ポケットとかもそうですけど、仕立てのいい感じのジャケットに見えますよね。パンツも、シャーリングとかついてるんですけど、すごく綺麗なスラックスの形してますよね。なんで、一見すると、すごいね、イタリアンで、まあクラシカルな感じのジャケットとパンツなのかな、っていう風に見えるんですけど、これが実は、すごくね、着てみてるともっとわかるんですけど、めちゃくちゃ伸びて、しかも、この素材っていうのが、実はニットになってるっていうところですね。まあ、織物じゃなくて、実はニット製品になってるので、すごくこう気持ちもいいですし、よく見ると、ウールのセットアップとかとはちょっと違うなっていう風に見えます。何が言いたいかっていうと、ちょっとカジュアルなんですよ。このバランスがね、すごく良くって、ただ、この見た目はすごい綺麗なんで、人をね、選ぶと言いますか、職種を選ぶとは思うんですけど、セットアップでうまく合わせれば、全然ビジネスっぽいような雰囲気も出せるし、かといって、がっちりね、クラシカルな感じってわけでもないんで、意外とこれがカジュアルにも合わせられる。カジュアル、それからビジネスっていうところの汎用性の高さっていうのが、チルコロのね、魅力じゃないかと思います。ざっくり言ってしまえば、スラックスにも合わせられるし、デニムでも合うっていうところですね。これが魅力です。ジャケットとかはね、結構気持ち想像つくかもしれないんですけど、意外とこれパンツもね、すごく使えるので、今日はその辺も含めて、パンツとジャケット、両方とも着回してみようかなと思います。というわけでね、まずはこんな感じでセットアップできていました。見てお分かりの通り、シャツにネクタイっていうタイドアップのスタイリングで組んでみたんですけど、こうやって着ちゃうと全然スーツみたいな感じなんですよね。さっきお話した通りで、スーツっぽくは見えつつも、こんな感じでね、パンツすごい伸びますし、ジャケットもすごく快適で、ストレッチが効いてます。なので、ガチガチのこうビジネススーツで普段お仕事してる方が、これに移行するのはちょっと無理があるかもわかんないんですけど、そうじゃなくてジャケパンだったりとか、オフィスカジュアルぐらいが許される方であれば、こういった感じで合わせてしまえば全然仕事でも使えるんじゃないかなって思います。こうちょっとね、カジュアルな素材感とは言いつつも、仕立てがね、すごい綺麗でちゃんとしてるんで、こうやってネクタイしても全然大丈夫なんですよ。ネクタイでセットアップで合わせちゃっても全然いける。見た目はあくまでクラシックな要素が詰まってるジャケットなんで、両方ともね、かっこいいんじゃないかなと思います。次はね、セットアップのまんま、ちょっとカジュアルに着てみます。ということでね、カジュアルだとこんな感じかなと思います。見てお分かりの通り、シャツネクタイからニットに変えたっていうスタイルです。カットソーとかでもいいとは思うんですけど、やっぱりね、秋冬であればニットをね、活用してほしいかなと思います。どうですかね？ニットに合わせるとね、こう柔らかくなると言いますか。そんな感じがしますよね。あくまでね、綺麗な雰囲気は全然あるんですけど、スーツよりはちょっとカジュアルな感じがプラスされるのがすごくいいんじゃないかなと思います。なので、これで仕事もね、人によっては全然いけると思いますし、出張だったりとか、そういった時にもこれ重宝するんじゃないかなと思います。まあ、スタイル的にもすごい楽でかっこいいし、あとは何よりね、ジャケットとパンツ、両方ともシワがね、気にならないと言いますか。ちょっとはなるんですけど、かけときゃすぐ戻ってくれるんで、この辺は本当にありがたいですよ。ウールライクなものだと、深くついちゃうとね、アイロン入れないと癖取れないなっていうのがね、あると思うんですけど、これならその心配もなく、ある意味ね、ちょっと雑に着てもいいかなっていうぐらいなんで、その辺もすごくいいんじゃないかと思います。こういうセットアップ、ミニットみたいなスタイルだったら、ちょっとカジュアルなお仕事っぽいスタイリングから、どっかのレストランに行きますよだったりとか、ちょっとね、格を上げたデートスタイルみたいな時に、こういうスタイルで行くとシンプルですけど、すごくかっこいいんじゃないかなと思います。それではね、次は、ジャケットはこのままで、ちょっとね、パンツを変えています。ということでね、上は全く変えずに、下だけね、パンツをちょっと変えてみました。こんな感じですね。
見て分かりの通りレッドカードのねブラックウォッシュのデニムを履いてます。白のニットは変わらずでローファーっていう感じですね。デニムのニットのジャケパンスタイルっていう感じなんですけど、こういう感じがすごいチルコロのジャケットは合うなと思います。デニムタイドアップジャケットとかも悪くはないと思うんですけど、着るとこのジャケットはタイドアップしたいなっていう気持ちよりかはリラックスしてね着たいなっていう気分にさせるね、そんなジャケットじゃないかなと思いますし、特性上やっぱりそれが合うんじゃないかなと思います。なのでデニムにジャケットっていう鉄板のスタイルでも今みたいにニットとかで合わせてあげるのが上品とリラックスさがあっていいんじゃないかなと思います。もちろんねタイドアップもいいんですけど、個人的にはこっちの方がおすすめです。やっぱり上品な感じですよね。次はパンツを軸にねコーディネート変えてみようかなと思います。次はこんな感じでパンツをね軸にしてちょっとコーディネートをね組んでみました。こういう感じですね。まあ見てわかりの通りめっちゃスポーティーにちょっと組んでみたんですよね。どうですかね、さっきまでガチガチねタイドアップまでドレスな雰囲気で合わせたんですけど、こうやって履いちゃえば履いちゃったで全然合うと言いますか、むしろこのパンツは単体使いの時はこういう感じの方が馴染むと思ってます。例えばこのチルコンのパンツにガチガチにクラシックなラルディーノのジャケット持ってくるとかっていうよりかは、どっちかっていうとこういうスポーティーな方がパンツ単体で考えた時は合うんじゃないかなと思います。例えばねここにシャーリンが付いてたりだとか、あとはこのやっぱ素材感ですよね。パンツの素材感がもうスウェットなんですよ。すごく綺麗なんですけど、もう生地がスウェットなんで、これにめちゃくちゃねクラシックなウールとかカシミヤのジャケットとか持ってきちゃうよりかは、この雰囲気ってカジュアルとあとちょっとやっぱスポーティーな雰囲気があるので、ラグスポっぽいようなね雰囲気とかに合わせてあげた方が相性はねすごくいいんじゃないかなと思います。こんな感じですね、うん、はい。というわけでね、今日はこんな感じでチルコロのセットアップを使って着回しコーデっていうのを紹介しました。チルコロはね本当にすごく人気なんですけど、やっぱり人気の要因はねクラシックなんだけれども素材感だったりとかそういったところが微妙にカジュアルなので、こういった感じでねスポーティーにも触れるし、ちょっとドレスダウンした雰囲気にもすごく合うっていうところがね非常にいいんじゃないかなと思います。なんでバチバチにクラシックなのもいいんですけど、ある意味ねこっちの方が今のスタイルというか時代には合ってるのかなと思うので、ぜひねチルコロをね気になってる方はジャケットだけでもいいんですけど、パンツもねゲットしてみたり、セットアップだけじゃなくって着回しをね楽しんでいただければいいんじゃないかなと思います。そしてね今日僕が紹介したアイテムは全てね下のね概要欄に貼っておきますので、気になるアイテムがあった方はぜひねそちらからご覧ください。はい、というわけでねこの動画毎日8時に更新してます。ぜひね気に入っていただければチャンネル登録の方よろしくお願いします。あとですねこんな感じで、まあ、SNS もやってますので、そちらもぜひチェックしてみてください。お願いします。というわけでした。バイバイ。We'll be right back.